このたわしが、じゃーん。人間に刃物を突き立てる度胸はあんのかよ、このごっちゃん突っ張りがよ。おお、言ってくれんじゃねえか。なめてんじゃねえ。俺はいつでもぶっ殺す覚悟だぜ。全然ね、あの上の方に投げたつもりだったの。そしたらね、あの顔の方に飛んでっちゃって、あのシュンシュン、危ねえ、シュンスケ君、やめろって。お前あれあと何センチか違ったら顔に刺さってたぞ。やばいやばい、そんなのやばい。ありがとう。サンちゃん、伊藤ちゃん、無事だったのね。よかった、もう心配で心配で。あげさの雑魚どもにビビる私ではない。剣道部の田中ですっつってたじゃねえか。ちょ、待ってよ、明美。あれ、京ちゃん、どうしたの。三橋さん、伊藤さん、どういうことっすか。ん、何が。すいません、うちのやつらが何人も三橋と伊藤に命令されたってやつに金取られたもんで。ええ、いつからそんなことする人になったんすか。え、そんなことしてないよ。金渡したくねえって抵抗して殴られたやつもいるんすよ。ひって、どういうこっちゃ。京ちゃん、明美ちゃん、この二人朝から明久に追われてるからそんなことする暇ないはず。でも明久に300万要求されたんすよね。もうやめな、明美、行くよ。私、伊藤さんのことは信じてるから。京ちゃん、伊藤さんはって言ってたね。どういうこと。何この感じ。おい、お前らどの面下げて戻ってきてんだよ。何のことっすか。あ